このチャンネルはマニアックなビーズを中心にお話をしております。ビーズのことをもっと知りたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあつしです。今日はですね、もう本当10日ぐらい前にチャンネル登録者400人いきましたっていう報告をさせていただいたんですけども、今日がですね、11月の、26なんですが、昨日ですね、チャンネル登録者500人達成いたしました。ありがとうございます。早かったですね。400人から500人はだいたい月100人ペースぐらいで、増えていってたんですけどね、本当にありがたいです。ありがとうございます。11月16だったか17ぐらいにライブフレンズのネタバレの回を出したらですね、再生数が約1万ほどいきまして、それでね、登録者がの方がすごく増えたっていう経緯はあるんですけどね、本当にありがとうございます。そして普段見ていただいている方、コメントいただいている方、コメントはしないけど、動画をずっと見ていただいている方、本当にありがとうございます。本当に感謝しております。ありがとうございます。ここで改めてなんですけども、どういう動画かっていうのはもうマニアックなビーズを語る動画なんですけども、私のね、ことを改めて、自己紹介させていただきます。名前はアツシって言いますが、これはね、もう今更言うなって言うかもしれないけど、実は本名じゃないです。で、血液型は稲葉さんと一緒の AB 型、利き手は左利きです。身長がね、実は座ってるからいつも分かりにくいと思うんですけど、190センチあります。出身はですね、兵庫県なんですが、親の都合でですね、小学校の時代が宮崎、中学校から大学までは福岡にいました。で、現在私今名古屋にいます。そのビーズ以外の趣味なんですけども、もうコロナ期間はちょっと行けてないんですけど、よく登山に行ってました。山に登るのが大好きです。動画投稿歴なんですけども、このビーズの YouTube はビーズのことを語るのは初めてなんですが、実はですね、私4年ぐらい前にバズビデオっていう動画アプリがあるんですね。それで動画投稿をやっておりまして、もう今はやってないんですけどね、その時の動画の投稿本数が実は6000本近くありました。小銭稼ぎをやってたという感じですね。で、たまに外で撮影してるんですけども、あの場所はですね、名古屋市の名城公園です。たまにっていうか、よく行ってます、あそこに。ウォーキングカテラね。で、ここから先ちょっとビーズのことなんですが、ビーズを聞いたきっかけなんですが、いつだったかな、小学校6年生中学校1年生ぐらいの時に、母親がですね、リビングでビーズを聞いてたんですよ。僕3つ上の兄貴がいまして、兄貴がですね、高校の寮に行ったんですよ。で、なんかその兄貴がその高校の寮かなんかでビーズがすごい流行ったみたい で、兄貴がすごくそのビーズを当時気に入ってて、今はサザンオールスターズなんですけどね。当時そのカセットテープにビーズの曲を何曲か録音したものを母親に送ったみたいなんですよ。ただうちの母親はですね、もともとビートルズが好きな人間で、ちょっと聞いてみようと思って聞いたら、すごく当時母親がハマってしまって、でその影響で僕が横で聞いてたっていう、で僕もそれでハマっていったっていう経緯ですね。で、初めて行ったコンサートは、95年バズツアーの福岡ドーム公演、たまたまねコネがあってチケットが手に入ったんですよ。今僕がビーズで一番好きな曲、これは動画でも結構言ってるんですけど、リングです。いいですね、リングね。で、今後やりたい企画なんですけども、まずはね、機会があればなんですが、他のねビーズ関係の YouTube をされてる方と、コラボレーションできたらすごく面白いなと思っております。もししてもいいよっていう方いらっしゃるんだったら、メールかツイッターの方にご連絡いただけると大変助かります。次、これはね、ちょっとねどうしようかなって今考えてるんですけど、街に出てですね、インタビュー形式で、例えばそのビーズを聞いたことがあんまりない層、例えばそうですね、高校生とか大学生とかね、まだその20代前半ぐらいの人に、ビーズといえばウルトラソウルっていうぐらいの方に、ビーズのマニアックなゴリゴリの曲を聴かせて感想を聞くっていうね、動画を撮りたいなって今考えてはいるんですけど、ウルトラソウルしか知らない方に、例えば泣いて泣いて泣きやんだろを聴かせてみるとかね、ジャップ・ザ・リッパーを聴いてもらうとかね。っていうのを、感想を聞いて、その動画にしたら面白いかななんて今考えてるんですけどね。ただ私ですね、声をかけた段階で不審者扱いされてしまう可能性があるんで、ちょっとそこをね今どうしようか考え中です。
一応その年齢ってことですね、1980年12月8日生まれの40歳です。来月41になります。41歳がですね、高校生大学生ぐらいに喋りかけると多分ね、絶対不審者扱いされると思うんで、そこだけねちょっと今考え中です。で、そのビーズのトークジムっていう名前の由来なんですけども、これはですね、まあ、今でも僕たまにやってるんですけども、クラブハウスっていう音声アプリがあるじゃないですか。あそこでね、ビーズトークジムっていう名前のクラブを作って、たまにねビーズのことだけを語るっていうのをこの動画投稿する前からやってたんですよ。で、まあそのクラブハウスがちょっとかそってしまって、やる頻度が減ってしまったんですけど、僕自身はビーズのことを喋りたいなっていう意向があったんで、クラブハウスもやってるんですけど、 YouTube もやってみようと思ってね。なのでたまにね、クラブハウスもトークジムやってますんで、もしクラブハウスされてる方がいらっしゃったら、検索のところでトークジムって入れたら多分出てくると思うんで、ぜひご参加よろしくお願いします。はい、というわけでですね、本当にチャンネル登録いただいている方、見ていただいている方に感謝です。1000いけるようにね、頑張りたいなと思います。まあ、どんどんそのビーズの情報を発信していきたいなと思うので、ビーズに興味のある方もね、これからビーズを知りたいという方もぜひチャンネル登録いただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。頑張ります。バイバイ。